おやつは300円。え？そういうのって大体守るの？みんな。お財布は絶対忘れんように持っていくわ。起きとるよ。バナナは別で大丈夫。え、ちょっと待って、私さ、あ、このパジャマがバナナだけかな。なんかさ、あの、おはよう、おはよう。昨日さ、レッスン場、まあ、レッスン行くときにさ、最近炭酸レモンの水にハマってるんですよ。炭酸レモン水にハマってるんやけどさ、それを買っていってさ、あの、何？それを買っていって、で、レッスン場入った瞬間に、さて私は何を買ってきたでしょうってこう叫んだんですよ。うん。そしたらもうみちゅとおきちゃんがおって、まあ、他にもアリちゃんとかサラピとかもおったんやけど、まあ、アリちゃんとかサラピはもういや分からん分からんみたいな感じだったけど、あのミチとかオキちゃんがちょっとそれにすごいかまってくれて、でミチがえーなんじゃろ、えバナナバナナバナナいや待ってさ、私バナナはさ買って現場に持って行ったことほんまにないんじゃけど、ないけど、なんかみーちゃんがさ、ココアがバナナのイメージあるけみたいなこと言いながらさ、一房バナナを買ってさ、自分一本食べて、それ、その他のバナナ全部ココアにあげるみたいな、ちょっとさ、それさ、なんかそれやるとさ、てかほんまに持ち主、バナナの持ち主私みたいな感じじゃないですか、なんか一見見たら違うんよ、ほんまに違うんよ。おきちゃんは、おきちゃんはその後に、え、何ですか、え、飲み物、うん、飲み物、缶、何買ったんで、あの、ペットボトルですか、缶ですかって、ちょっと質問攻めすぎて、途中で私がめんどくさくなって、正解はこれです。おきちゃん答える前に見せました、炭酸水。辛辣。不憫。おき不憫ちゃん。おはよう。いや、なんかちょっと質問の仕方がなんかあったり、なんかペットボトルですか、缶ですか、え、ペットボトル、缶、え、どっち、何ですかみたいな感じだったか、え、もうちょっと途中ねはい、もう炭酸水、いや、何の悪気もない感じで炭酸レモン水でした。おはようございます。いや、バナナは好き、まあ、え、そう、うん、嫌いじゃないけどめっちゃ好きでもないですね。みーちゃんが、私みーちゃんの想像ほど好きじゃない、私バナナのこと。みーちゃんはもうなんかバナナないとここは生きていけんみたいな、毎朝バナナ食べて、え、むしろデザートバナナ、サラダと思ってる、多分兄ちゃん私のこと。てかいつ、まああれですよ、公園で隣のバナナをやってたから、めっちゃバナナ好きだと思われて、コンビニ行ったら毎回バナナ買ってきてくれるんじゃけど、兄ちゃんそれを私が持ってるっていう印象で、周りがまたバナナを好きだと勘違いしちゃうじゃないですか。で、みちゅもさ、そうですよ、回り回ってすごいループよ。すれ違いラブです。何、すれ違いすぎじゃけど、
はやひなぴよのいちご好きくらいに思われてたんかな。いやそうだと思うよ。ひなぴよのいちご好きは相当じゃけどさ、チョコバナナ美味しいよ。え、わかる、バナナ美味しいよ、好きよ好き。でももう私の一番好きな食べ物バナナですってみたいなテンション感じゃないよ。どうしてもあくび、コカは自分じゃ気づかないくらいバナナが好き。好きな食べ物30個出してって言われたら入るかなくらいじゃん。一番好きな果物なんかな、果物、その時期に、キウイがとてつもなく好きな時あったし、子供の頃はメロン好きだったし、みかんもめっちゃ好きだし、あ、梨も好き。いや、マンゴーは好きじゃないよね。はじめまして。マンゴーがあったらユミコ呼んでマンゴーあげるぐらい、それぐらいのマンゴーとの距離感です。あ、スイカ好き、スイカ。おはよう。そうよ。グレープフルーツは酸っぱすぎる、グレープフルーツ酸っぱすぎる、グレープフルーツに出会ったことがあって、パイナップルとかもめっちゃ好きだった。もうね、舌が痛くなるぐらいね、あれだったよ。食べたことあってあんまり好きじゃなくなったけど、もうパイナップルとてつもなく好きな時期あったな。おはよう。メロンはもうめっちゃ好きだった。ひいおばあちゃんち行ったら絶対メロン出してくれとったんよね。開放。入った。子供の頃め、お、8時半。やばいやばいやばい。もうそろそろ着替えて、準備しなきゃです。今日も暑いけど頑張ろう。いや、寝よ。二度寝はできる時間ないけ。おはよう。配信中は着替えません。この後
この後着替えます。寝ちゃいそうな雰囲気だけど寝ません。まず立ち上がろう。いや別に眠くないよ今。眠くないけど切り忘れんわ。おはよう。朝コカは体にいい？え？飲むコカの方ですか？朝ココア配信ですか？おはよう。二度寝します。まあちょっと土曜日か、土曜日じゃけ有意義にお過ごしくださいマティ。ではスナイキング読むね。13位ヒデさん、12位またたび、11位水鉄、10位なる、9位オレンジフリースの大吉、8位ジュノラゴ、7位スウェン、6位マキマキ、5位エリアス、4位スバル、3位バオバブ、2位アダチ、1位はライトニング。ありがとうございます。はい、皆さん配信を見てくださりありがとうございました。朝からみんなのコメント、一緒にお話できて嬉しかったです。バイバーイ。